小柄市文次郎は、テレビ局が制作費を調達して、下請けの制作会社に支給する、自主制作作品とは異なり、放送枠を買った、広告代理店が制作費を調達して、制作会社に支給する、持ち込み制作作品で、広告代理店は電通、制作は電通の関連企業である、CAL に一任された。1971年の春頃、 すでにシリーズ監修と演出に決定していた市川今からの要請で、電通ラジオテレビ局企画室、プロデューサーの松前陽一が、部下の坂梨港を通じて、大英京都撮影所の美術監督だった西岡義信に本作への協力を打診した。この打診には、市川が古巣の大英京都で撮りたいと希望していたことと、大英本社の倒産危機という切迫した状況でも、 制作可能かという確認の意味も含まれていた。壊れるままに、西岡が上京してみると制作準備はかなり進行しており、富士テレビジョンで、浮世絵女ネズミ小僧の後、番組として放送枠が土曜日22時30分開始の1時間枠である。ことや、CAL の制作、中村敦夫の主演も決定済みだった。市川は、 大英京都撮影所の協力も決定した、オールスタッフ打ち合わせの席で、好きに遊んでくれと激励し、当時20代から30代の若手がほとんどだった各、パートを奮い立たせる。しかし、第一部の庭文を取り終えた1971年11月21日に、大英が倒産。関在人による大英京都撮影所の差し押さえで、制作中断の危機に遭う。 制作に参加した93人の大影響と撮影所スタッフは、倒産した会社から給与も支払われず、早朝から深夜まで仕事を続行。完成まで仕事をさせてください。私たちに残っているのは、活動や根性だけですという世間の常識を超えた、西岡の訴えにこんまけして、関在人は撮影所の差し押さえを1ヶ月間延期する。その間の年明け早々には、 東映の紹介で、地元のレンタルスタジオだった日本経営撮影所で、制作を継続。西岡たちは別資本の新会社、映像京都も設立し、映像京都には、森一世、三住健二、安田君義、池弘和夫、井上明らら10人の監督や、美術の内藤明ら、撮影の宮川和夫、森田藤郎、照明の中岡元言,言、 録音の大谷岩尾以外にも、中村つとむや徳田義雄などの大英社員が参加した。番組は、市川根劇場と名打たれ、1972年の元日に放送開始された。市川は監修と、第1部の第1話から3話、18話の演出を、務めている。原作者の笹沢は、元来、文次郎は、田宮次郎をモデルにイメージしていたが、主役は、 新人でという市川の意向により、元、俳優座の若手実力派で、準主役級の俳優として活躍していながら、一般的な知名度は必ずしも高くはなかった中村厚夫が、文次郎役に抜擢された。劇中で、文次郎が口にする決め台詞、圧死には関わりのないことで、ご山巣が流行語になった。しかし、テレビ版は、圧にゃ関わりの、ね ってと答えるのが定番で、文次郎のセリフの、ねえが、ないに代わり、さらに、無宿の都政人という設定から語尾に、語、残すがつけられ、誤ってるふしたものである。菅原文太主演の投影版では、語、残すとなっており、結果として、投影版の決めゼリフが普及したことになる。主題歌、誰かが、風の中で、は、市川の妻で、 市川監督作品のほぼ全てに関わった、脚本家の和田夏十が作詞し、フォークバンド、六分線を率いるフォークシンガーの小室仁氏が作曲した。その力強く希望に満ちた歌詞と、西部劇のテーマ曲を思わせるような、軽快なメロディーは、上条恒彦の歌声と、相まって、時代劇には似つかわしくないものだったが、その新鮮さが幅広い支持を得ることになり、 結果的に1972年だけでシングル23万枚を売り上げる同年独指の大ヒット曲となった。本作品はこれまでのまた旅物の主流であった義理人情に厚く腕に覚えのある旅のバクトが旅先の街を牛耳る自回りや役人らを次々に倒し善良な姿勢の人々を救い立ち去っていくといった定番スタイルを廃し他人との関わりを 極力避け、己の腕一本で生きようとする門次郎のニヒルなスタイルと主演の中村敦夫のクールな佇まいが見事にマッチした。22時30分開始というゴールデンタイムから外れた時間帯にもかかわらず第1シーズンでは毎週の視聴率が30%を超え最高視聴率が38%を記録する大人気番組になった。縦の宮進八は それまでの時代劇にありがちだったスタイリッシュな盾を捨て、ひたすら走り抜ける文次郎など、バクトの喧嘩も想定した盾を独自に考案した。当時のバクトが、命のある刀を持つことなどあり得ず、刀の手入れをすることもないため、通常時代劇に見られる、相手が切りかかってきた時に、刀で受けるなどの行為は、自分の刀が折れてしまうので行わず、また、正式な剣術を身につけていないため、 刀は切るというより、振り回しながら叩きつけたり、剣先で突き刺すといった目的で使われるなど、リアリティを重視したギトがシリーズ前編を通して展開されている。主演の中村敦夫が途中でアキレス剣を切る事故に見舞われたが、その後のスタンドインを大林武史と後会が務めることで制作は続行された。ノンクレジットで参加した。 富士テレビジョン編成部の金子光るプロデューサーは過去にメトロゴールドウィンメイヤーでアシスタントプロデューサーも担当した経験からテレビで血を見せると絶対に茶の間から拒否されヒットしないという信念を持っており第1話の死者でも市川昆が演出した生産なアクションシーンにこれでは受け取れませんと毅然とした態度で NG を告げて周りを仰天させる テレビ番組における金子の持論に対し、市川も、そういう方針もあるよね。よし、それでいこうと理解することで、金子は、血はともかく、映像は素晴らしいものだったと当時を、海岸する。近年の金子は、シナリオ制作に必要なリマインダーの存在も、指摘しており、喧嘩の仕方や衣装、食事も役座らしいリアリティを持たせて描き、最初と最後には、 情緒たっぷりのナレーションを毎回、同じ時間に、同じ場所で流す。本作品ならではの特色をポジティブリマインダー。絶対に、地のアップを取らせない特色をネガティブ、リマインダーと命名した。校舎のネガティブリマインダーを守れなかった後の作品は、フジテレビ版より人気を得られなかったと分析している。1977年には、新、小柄し文次郎が制作され、 東京12チャンネルで放映された。中村厚夫は、主演だけでなく、屋敷隆人が歌う主題歌、焼けた道の作詞も手掛けたが、ヒットには至らなかった。本作の文次郎の決め台詞は、足には言い訳なんざ、ご残ん,んだったが、これも、前作ほどの話題とはならなかった。1993年には、中村厚夫主演で映画、帰ってきた小柄し文次郎が、 東方配給で制作された。こちらは従来の中村敦男主演のテレビ版の続編であり、このために原作者の笹沢佐保が新たにシノプシスを書き下ろし、監督も市川昆が務めた。主題歌もテレビ版の誰かが風の中でが使われている。この作品は文次郎のセリフが東映版に準じた足には関わりの根えことでござんすとなっている。 富士テレビ系列で、後に、テレビ放映された。1990年には、岩木光一。2009年には、江口洋介の主演で、単発のスペシャルドラマが制作された。舞台は、天保年間。上州神殿群三日月村の貧しい農家に生まれた、文次郎は、生まれて、すぐに、間引きされそうになるところを、姉のお蜜の起点により、助けられた。 マビカレ損ないとして発酵な子供時代を過ごした、文次郎は10歳の時に家を捨て、土星人となる。ボロボロの大きい妻、折り傘をかぶり、薄汚れた道中カッパを羽織り、長い用事を加えるのが彼のスタイルである。ストーリーは一話完結となっており、連続性はない。レギュラーは、主人公の文次郎のみである。第一部、第二部再放送時の便宜上のタイトルは、俗。 小川原、四文次郎、中村厚夫が復帰するまでの穴埋めとして制作された、笹沢小旅物オムニバス形式21時22時54分スタッフ21時22時52分、キャストスタッフテレビで人気作となった本作を、プロデューサー春藤博士、草壁頃をはじめ、東映ヤクザ路線を支えたスタッフが映画化。主演は、菅原文太。 中村とは異なる印象を与えており、本作では、文次郎誕生編とも言うべきストーリーが描かれている。脚本は、日本悪人伝地獄の道連れの山田隆之、監督は、脚本を執筆している、現代役立ち桜三兄弟の中島さだを。撮影は、純子引退記念映画関東日桜一家の、和し、おもとやがそれぞれ担当。原作は、 小説第一作の、斜面下は散ったストーリー、上州無宿の文次郎は、日野塾の貸し下、井筒や戦末殺害の罪で三宅島に流された。実は、訳けあって、兄弟分である日野塾の左、文次の身代わりとなったためである。三宅島での過酷な労液の中、島抜きを計画している男女と知り合い、不本意ながらも、小山の噴火に乗じて、合流。東船内で、 醜い同士うちに巻き込まれるが、辛くも逃げ延びる。しかし帰り着いた日の塾で、すでに島で耳にしていた左、文字の本性を現実に知ることとなり、出演者前作の続編、野上達夫が脚色し、中島貞夫が監督した。主演は引き続き菅原文太で原作を離れ、過去との決別を描いたオリジナルストーリー。 心理描写が先立って、東映のお客に迎えられず、シリーズを打ち切った。ストーリー旅の途上で、かつて命を救った八万の常平に出会った、文次郎は、常平から艦隊を受け、お光という名のと島の女郎をあてがわれる。その女の身の上話を聞くこともなく聞いていた、文次郎は驚愕する。お光は、赤子の文次郎を間引きから救い、その後、 生き別れになった実施だったのだ。一方、宿場町では、下滝の美の吉一家と箱田の六米一家の縄張り争いが激化。一触即発の状況を迎えつつあった。出演者小説を原作にした小島剛雄の作画による同盟の漫画が、1972年に漫画天国に連載され、翌年単行本が軽文社コミックスより、全一巻で発行された。 全4話。単行本は絶版となっていたが、2003年にリード者、2009年に小池書院より再版された。新、小柄し文次郎に関するカテゴリー、小柄し文次郎関わりござん,んに関するカテゴリー。ありがとうございます。